こんにちは、えー、日本画家の山本太郎ですそれでは今日は早速こちらの作品の解説をしてみたいと思います、えー、こちらの作品は清涼飲料水門図屏風という作品になっています、えー、中央に画面中央に描かれているのは、えー、日本の伝統的な波模様なんですけれどもこちらの波模様は、えー 江戸時代のリンパといいう絵師のの人たたちがよく用いた波の模様になります特に江戸中期に活躍した絵師緒方光琳がよくこの波模様を用いたことからこの波模様は光林波あるいは光林波などと今は呼ばれています。 この清涼飲料水門図のシリーズは古典と現代を結びつける日本画の代表的なシリーズの一つなんですけれどもこの屏風に関しては非常に大きな形で私たちの生活の中で見慣れた清涼飲料水の管が描かれていてそこから波が流れ落ちているような屏風になっていますちょっと画面を切り替えてみましょう屏風ですので実は非常に大きな サイズ感です、えー、このように人間が横に立つと、まあ、私ちょっと背が大きいんですけれども、えー、普通の方であれば、えー、屏風の後ろに行くと全部姿が隠れてしまうぐらいの大きな屏風になっていますきっと、まあ、この屏風が家にあったらめちゃくちゃ派手派手な感じなんでしょうね、えー、楽しい気持ちになれるんじゃないかというふうに思いますちなみに今日は 私もこの赤の T シャツ、えー、普段あんまり着ないんですけれども、着て、えー、解説をしてみました。この T シャツは実は、じゃじゃじゃん、それこそ、氷、え、波、ー、の波模様を、えー、あしらった、えー、と私と,、えー、と私の学生でデザインをした T シャツになっています。えー、これはですね、えー、京都の言の、えー、重山家が えー、YouTube で「YouTube で会いましょう」という非接触型狂言会の番組をやってるんですけれどもそちらの番組と一緒にコラボした番組 T シャツのデザインを、えー、自分用に赤白バージョンで作っていただいたものになります。えー、こういう形でたくさんの自分の日本画の解説動画をアップしていますのでぜひ他の動画もご覧ください。 えー、それでは日本画家の山本太郎でした。次の動画でお会いしましょう。